こんにちは、柏一の今日のイン,テリエンスを始めさせていただきます。今日は米金利高はアメリカの崩壊をもたらすかと、こういうテーマについてお話ししようとこう思います。このところね、あのアメリカの金利がすごく高いんですよ。10年債でも5%超えるとかね、すっごく高くなってるんですよね。だからこれなんでやろうって話からちょっと始めようとこう思うんですよ。でもその背景となってるのはね、いろいろあるんですよね。だからアメリカが、 自然利子率と言ったら変ですけど中立金利と言ったらいいのかなそれがだからこう上がったんだとだから経済が成長しているから金利も上がったんだよっていう説明が一つあるんですよねでもそれ以外にまだあるだろうっていうのが日経で報道されたんですよそれをまずちょっと紹介しようかなとこう思いますまずねちょっと読み上げますね中国は米国債の保有を減らし続けていると8月生の残高は14年ぶりの低水準となり足元では減少ベースが早まっていると 米金利上昇債券カーブは下落の一因とも見られ市場は保有額圧縮の背景を探ろうとする有力な説の一つは当局主導による、えー、中国の通貨人民元の買い支えだ,だ中国は経済がボロボロじゃないですかだから、えー、価値が対外的にね下がるとですからそれを何とか防ぐために人民元を買ってドルを売るとそのためにその原資として、えーえー、米国債ですかそれを節度で売ってるんだと。 ここういういとなんですよねで。まずね、この表をご覧ください。そうするとですね、たいこう、米国債の保有高なんですけどね、たいこう2011年ぐらいかな、11年ぐらいですね、11年ぐらいが一番多くて、それからだんだんまあ上下に、若干の上下ありますけど、だん,だん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 減っていると。そしてこの2、3年ぐらいですね、21年、22年、23年と。このぐらいをものすごい勢いで、 えーと米国債保有が減ってるんだとそういうことがわかります。まあねちょっと続けてみますね。<coughs> 10月上旬、えー、米国金米米長期金利が16年ぶりの高さをつける中、えー、米投資会社アポログローバルマネジメントのエコノミストトルステンクルスロック氏がのメモがウォール街で話題になったと。中国の米国債保有が2013年はピークに減少している様子をグラフで示し。 米朝金利が上昇している裏側には中国がいるかもしれないと記したとだからこの調子でね売り続ければどうなるかというとあとまあ6年ぐらいでほとんど限りなくゼロに近づくんじゃないかまあだから10年以内にねとにかくあの中国の米国債の持ち分はゼロになる可能性だってあるんだともうこの勢いだったらそうなるかもしれませんよね。で米財務省のデータによると 中国の米国債保有額は8月末時点で8,054億ドル約 120, 約120兆円ですねで13年比で4割も減ったと4割ですよ4割も減ったで中国は外貨準備の運用先として米国債を購入してきた外海外勢では日本に次ぐ大口投資家だけに売り手に回れば金利上昇要因として市場に意識されやすいとスロック氏の見方には異論も多い 米国外に米国債の保管場所を移し実際にはさほど売っていないという説があるとそれでも保有額の減少が話題になるのは通貨防衛に動く中国当局の影が見え隠れするためだと成長鈍化や過剰債務のへの懸念から中国は大幅な資本流出に見舞われていると米ゴールドマン・サックスの推計では9月の流出額は750億ドルと 16年以来のの大きさになったとと、えー、人民元の売り圧力は強いとそ,はそうですよねだって不動産であそこまでバブルが崩壊してで実際は製造業ですか輸出,輸出を担当している製造業に関しても全然調子悪いやんけってことだったらこれはどうなんやとこういうことになりますよね。やっぱりねあのこれはよく知られてる話ですけどあ,のあれなんですよね中国の製造業と一番こう密接にリンクしているのは何かっていうと銅なんですよね銅価格なんですよ。 同動画がまあそんなに上がってないんですよね。ですから中国のえー、っと製造業ですかあまり良くないんじゃないかっていうことがわかります。ですからもう不動産もダメ、製造業もダメですから中国の経済っていうのはう基本的にガタガタなんですよね。そんなとこに落ちを通か誰が買うんやと <laughs> こういう話があるわけですね。ですから売り圧力が強いとこういうことなんですよね。人民元は一ドル七点三元と。 「えー、07年以来の最安値権にあると」と複数の外国銀行の過ストレーダーは「国経節の前後中国の国有銀行がドルを売っていたようだ」と証言すると通貨当局は「減、えー、安抑止を狙って国有銀行にドル売り人民元買を支持し銀行はその原資を確保するために米国債を売った」との連想が働くと、まあ、確定しないですね、まあ、どうかね。 人民,元売り人民元切り下げを機に株安と減安が連鎖した15年以降中国は為替勧誘に数千億ドルの外貨準備を費やした今回は外貨準備を維持するため国有銀行に改札体を代行させたの見方があると中国の危機感を如実に示すのが人民銀行が公表する為,為替レート基準値の操作だと9月中旬以降 基準値は1か月以上にわたり1ドルイコール =7.17 ドル =17 元に張り付くと。実勢との乖離は鮮明で人民元高に誘導する意思が透けて見えると。基準値と実勢の開きがここまで大きくなったことはないと。中国の基準値から上下2%しか変動を認めておらず最近の基準値の動向は固定相場制への逆戻りを思わせると。 投機筋は人民元キャリー取引に関心をしますと。えー金,融えー、金融緩和で金利が低くなった元を借り入れより金融の高い通貨に両替して利材を稼ぐ手法だと。えー、今でも盛んな円キャリーの、えー、と人民元版といえると。米ゴールドマン・サックスなどがブラジル・レアルをはじめ南米通貨で運用するアイデアを顧客に推奨していると。まあ、だから人民元を打って そしてその分あの、えー、メキシカのペソがあったらいいですよとそういうあの推進、えー、そういう商売の仕方をしているとこういうことなんですよね。ペソは今10%くらい以上確かね。だからそれを、えー、こう FX やったらものすごい儲かるんですよね。 投機筋は借りたゲを売って多通貨を手,手当てするためキャリートラフィックが拡大する過程ではえ、ン安が進みやすいまあゲが売られるからですね皮肉にも人民銀行の介入でえ、ン相場が安定し投機筋が安心してえ、元を売れる措置ができた陶投機が膨らめばえ、えー、っと中国当局はゲ安を抑えるために介入を強めざるを得ないそんな見立ても米国債売りの思惑を生むと。 やっぱ人民元が人民元維持するために中国やってるからドルが、えー、なんですか債券、えー、価格が下がるんだよなとそういうことですよね。でいう当,当局による米国債の購入原資である、えー、外貨準備は増えづらくなっているそりゃそうですよだって不動産がねうまくいかない製造業もうまくいかないだからあのなんか物を売ってねその代価としてドルをもらうっていうチャンスがすごく減ってるからなんですよね。 あともう一つね付け替えておくと FDI って言葉はご存知でしょうかねこれフォーレン・ダイレクト・インベストメントって言って海外直接投資こういうんですよねこれはだから海外の企業がね中国に対してちょ、えー、お金をねどんどとつぎ込んで,で工場を作ったりとかそういうことなんですよねこれがね中国の経済成長にあたってはこの FDI がすごく大きな役割を果たしてきたんですよねでもう潰れることが分かってるでしょ中国経済ねだから今更んで中国がお金を突っ込むねんと こういう話になるわけですよそしたらだんだん中国に投入されるドルもどんどん減っていくとますます金づまりが激しくなるとこういうことなんですよねまあだから外貨準備は増えづらくなっていくとこういうことなんですよねかつては巨額の貿易や黒字も背景に外貨準備を積み上げてきただが最近は輸出が伸び悩み海外からの投資も減っている、えー、と西側の対中国でリスキング リスク回避による経済関係の切り離しが響くのはこれからだと地獄はこれからだよとこういうことですよね中国の米国債保有源が止まらなければ金利上昇圧力として意識され続けると米連邦準備以会 FRB の金融政策にも影響を及ぼす可能性があると米金利はあらゆる金融商品の価格評価でベースとなるだけに投資家は神経質になるだろうがない。 だから例えば、米国債が5%すると例えば、4%、例えば,例えば、あのー配,当ね、配当が4%ぐらいの企業だったら、ね、企業の株を買うかといったらそれはないわけですよね。だって1年間で5%も国債だったら絶対戻ってきますからやったら米国債買ったほうがマシやんけとこうなるわけですよね。だからどうしても株は売って債権,債,権債権を買うとこういうことになるわけですね。でもその債権が今落ちてるるからどうなるんやろうなんろと ここういういとなんですよね、まあ、債券が落ちて株も落ちてどんどんだからあのアメリカのマー,ケットアンマーケットは暴走域にね、暴風域にバーンっと今突っ込んでいる最中なんですよね、えー、投資家は神経質にならざるを得ないだからもうかなりね荒れてきましたんでね投資家は神経質にならざるを得ない中国経済の変調,変調は金融市場にとっても予期せぬ変数になったと。 まあ、いい記事だと僕は思ったんですけどねやっぱりこう中国のとにかく米国債売りですかそれがいろんな意味で大きなダメージを与えてるんじゃないかそういうことですねちょっともうここからねちょっと僕,僕個人の考えをちょっと言ってみますねまずねそもそも中国が米国債を購入する理由は何かっていうとこれはやっぱりね貿易ねいろんな国と貿易をするわけですけど貿易で人民元の信用を保証するためなんですよね。 だってそうですよ。なんか得体の知らない人民元のね2つ持っててこれと商売できまいかって言ったっていやちょっとお断りでそういう話になるわけですねだから中国がこれだけのえー、っとドルがありますよだから信用して買ってよとか信用して売ってよとそういう議論はできるわけですよね当初はそのはずだったんですよでもですね国際貿易で人民元が使用される率がすごく高くなってきましたね特に南米ね ブラジル相手とかねああいうところで人民,元人民元による直接決済ですか現地通貨とかねそういうのがだんだん増えてきましたああこれやったらもうドルいらんけやんけとそういう木にだんだんなってるんですよねそれがまあだからドルのドルでドルドルドルという資産を持ってる必要性が薄れたとそういう言い方ができるでしょこれがやっぱりね大きな理由かなとで中国がじゃあなぜ米国債を売るのかということを改めて考えてみると 一つには経常収支の赤字を補填するとどんどん赤字が垂れ流しになってますからねなんとかその,その垂れ流しになってる分をこれまで貯めてた米国債の貯金で、えー、補填していくとそういう意味がまずあるんだと思います。あともう一つはね、えー、そうやって人民元の価値を一定に保つことによって人民元の海外への流出を防ぐと。全部、ね、こんな人民元やったら こうただの紙切れになるんだったら今のうちにドルに変えてしまえと普通の人だったら中国人だったらね思いますよねだからいろんなね別正規のね取引じゃなくても裏の手段を使ってね巧みに外貨をえ自分の国になる資産をか海外に持ち出そうとするわけですねそれをなんとか防ぎたいとこういうのが多分あるんだと思いますでやっぱりね最後にね一番大きいのはね戦争時に凍結される資産であるとこういうことですね米国さんはね 例えばあのロシアを見てみたら分かるんですね。ウクライナ戦争が始まってからどうなったかっていうと、あの銀ね、いろんな世界世界中にあるうロシアの金融資産ですか、全部凍結されましたよね。そして、えー、結局あの金融取引、銀行間の金融取引も無理になりました。ですからこういうことされたら、そういう米国債なんか持ってても仕方ないやんけ。 そういう考え方に至っても至ったと考えても、そんなにおかしくはないでしょう。だから戦争が近いわけですよね。戦争が近いんで、だからもうこんなね、戦争の後は全然役に立たないから、こんなやつ、今のうちに全部使ってまいと。そういう感じなんでしょうね。なんだ、それで中国がどうしてるかというと、この米国債を売って金を買うと、そういうことをやっているようです。だから金価格がなかなか下がりませんよね。普通はね、だからあの、なんですか、あの金利が上がったら、金価格が下がるもんですよ。 でもなかなか下がらないのやっぱり中国がこうやって買ってるからですね。で、中国だけじゃないって話もあるんですよね。えー、ブリックス諸国、中国、ブラジル、サウジアラビアですか、それも1ヶ月で174億ドルの米国債を売却したとこういう言われてます。インドもね、数十億ドル相当の米国債を売却し、ブリックス諸国全体で185億ドルの米国債を投げ売りしたと、 そういうい、ね、だからどんどんみんなね米国債はもうこんなク癖やんけって言ってもうもうとにかく売りまくってるとそういうのが現状なんですねですからこの中国の米国債売却のアメリカにとっての意味っていうのを考えてみるとこれはずっとね米国債がどんどん売り続けられるわけですからこれは金利が高止まりとこういうことになりますねなら、えーっと そうもし、ね、金利がずっと高いままずっと続くんだったらどうなるかということを考えているとやはりアメリカの中小企業にとっての大きなダメージになるだろう。ラッセルという、ね、あのつあの株,株,株,株価指援がありますよねあれは大体中小企業の株なんですけどだん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 下がってますよね。ですから SP500 とかあとんですかナスダックとかねあれとは違ってとにかくひたすら落ちているとそういうのが現状です。 ですからあのアメメリカ経済ににとっっててもかなななりのダメージになってるはずなんですよね、まあ、そもそもね別にそういうことを置いといて高金利というのは株式市場にとってはマイナス要因なんですよね。なぜかというと例えば今だったら大体ね10年ーでも5%ぐらいあるわけですよね。そしたら5%あるんやったら米国債買っといたら5%になるんやからこっち買っといた方がね配当は4%ぐらいしかない企業の株どっち買うって言われたらそれはやっぱり。 米国債買おうかって話になりますよねだから株がね上がるか下がるかまだ分かりませんからねこれだったら株を売って、えー、国債を買おうかなとそういう形になりますですからどん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 株価はまだ下がっていくとそういうことになります。で、ね、それにもう一個突き加えておかなきゃいけないのは米国債の投機的な売りがすごくね額が積み上がってるんですよね。 オプションとかね、いろんな手段でとにかく米国債売りっていうのがすごく今溜まってるんですよ。ですからあのゴムと一緒にね、ビーッと引き伸ばされてるんですよね。ですから何かの変動でプチンと切れたらどうなるかというとバチンとこうくるわけですね。 これ何を意味してるかっていうと、えーまあ、株価がどんどん下がっていきますよね。である限度以上に下がったらどうなるかっていうと「あーもう株なんか持ってれんわ」って言ってこんな株なんか全部無理やっていうねそういうのはどっかでなだれのように発生しますそしたらどどどどんどんんどん株価が下が下るわけですよねそういうパニックが起こればどうなるかっていうと「あこんな株なんか持ってれんから、えー、米国債買ったれ」とこういうことになるわけですね。そしたら米国債が買われるってことは金利が下がっていくわけですね。 ですす。から一気、ね、一気気にににに今低低いいい非常高金金利利ががくななるととそういうことになりますだから、あのー、そしたらどうなるかっていうと金利が急速低下したらどうなるかというとドル売りですわなものすごいドル売りになって円がすごく高くなると思いますよ、まあ、どこまで高くなるか分かりませんけどね今みたいに150円ってことは多分ないはずですだから、えー、であとねもうちょっともうちょっと付け替えて言っておくと米国債が未達になれば。 予定していた販売,して販売する予定だったら米国債が全部売り切れマーケットで売り切れなかったらどうなるかこれはアメリカ政府機能が停止しちゃうんじゃないでしょうかまあそこまでいくかどうかは分かりませんでもやっぱりあんまりねこの変動が大きかったら分からないですよねでアメリカとか日本はねまだかろうじて買ってるかもしれないけどもう中国は買わないと決めてることは明らかなわけですから。でブリックス諸国もさっき売ってましたよね ですからもうに世界中がね米国債をうですからそしたらこれまでねアメリカと日本でアメリカの財政赤字を支えてきたのにその支えがもう一本がなくなってしまってるということは急にやはりこう政府機能がね、えー、止まったりとかアメリカの財政アメリカ政府の財政がすごく行き詰まってしまうとそういうことになるでしょう。そしたらどうなるんでしょうかね。 今みたいにににね、ウクラライイナ支支援援しして、て、あとイスラエルもそだからこの、だから本当だからこんな時にね中国から「さあ戦争にやってきましたよこんにちはアメリカさん」とか言ってやっておられたらどうするんでしょうかね。これがね大きな安全保障に関しても大きな影響を与えかねない大きな要因だと個人的には思うわけですよ。ですからやっぱりよっぽど注意しなきゃいけないんじゃないのかなと。 個人的には思いますね。まあ、今日はこのぐらいでよろしかったようんポチを。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。そしてあのサンクスね。あれ本当助かってますからありがとうございます。まあ、多くの方にしていただければ幸いです。じゃあ今日はこれでおしまいしますね。失礼します。